絶対に逃がさん。流れに乗る赤犬は白ひげ海賊団の船に向け火山弾の雨を降らせる。うわ、受けきれねえ。一石やられた。しかし白ひげはマグマの塊を槍で貫き一息で吹き消した。兄エースを救うため海軍三大将に挑んだルフィ、力及ばずその場に倒れた。とどめを刺そうと近づく青木。しかし不死鳥の一撃が氷の刃を阻む。あれは一番隊隊長マルコ。ルフィをかばい致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた。衝撃走る一同。
犬は再び拳を振り上げる。まだ息はありそうじゃな。やめろ！これ以上はつまらん時間稼ぎはよせ、人命。元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。何をする気だ、ガープ。なれ！やり投げだ！サメが落ちる！撃て！サメが落ちてる！何をする気だ、ガープ！そうやってわしを抑えておけ、戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。バカめ！ずりゃ！裏切り者への制裁も必要なようじゃの。全滅せろ！マルコ隊長！鬱陶しいの、ハチ使いか。危険はもう手遅れじゃとわからんのか。なんてことに。絶対に逃がさん。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。次こそお前じゃ、麦わら。こいつの命はやらねえ。エースの弟を連れてけよい。全部その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。くらえよ。それこれで終わりだよ。いいって、ジェイク、これでよ。ずりゃずりゃ、覚悟を決めるよい。うっとうしいの。まだじゃ。こっからだ。マルコ君、下がるんじゃ。その命こそ生けるエースの意志だ。
エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。エースの弟を連れてけよい。全部その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。親父さんに申し訳が立たん。まだじゃ。どういうもんか。まだだこっか。ずるや。皆さん、どういうもんか。エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうとジンベイはワン島へと急いでいた。信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。赤犬さん、危ない。絶対に逃がさん。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。私が逃がさに言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。Yeah!
ことじゃ。大変か。邪魔しよるのう、ジンベエ。無駄げそり。無駄げそり。エンポリア。まだじゃ。大変か。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベエを追う赤い。ジンベエの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベエはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。貴様が邪魔でちょっと外したかの。心臓を貫けば楽じゃったろうに。なあジンベイ、胸のえぐれたそいつをまだ守るのか。じき死ぬぞ。クロコダイル、ジャーブルス、誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル、守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命落としたいんか。俺たちは全員こいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろうものだ、大層じゃのう白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありゃせぬ。好きにせい。海賊という悪を許すな。皆さん、大ハンター。
白ひげとエース。戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の一人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、一人の海兵が立ち上がった。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今、世界の運命を大きく変えた。俺は、あの船。なんでここに、四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。